生き残ってこれた理由の一つは本当そのアクセントの調整ができるっていう部分がやっぱりものすごく大きいと思います。自分ではまだアクセントあるんですけど、例えばそのやっぱどれぐらいの濃さでその喋るかっていうのをコントロールしたりとか、そうですね。あとそのやっぱものすごくアクセントがあるように聞こえるんだけれども、でも意味が理解できる。例えばなんか例文があるとしたら、何でしょうかな、例えば昨日その見た映画がすごく面白かったっていうふうに言いたりするじゃないですか。で普通に喋った時はI went to see a movie yesterday and it was really good. You gotta see this movie. っていうじゃないですか。これが通常状態。じゃあここから日本語に近づけていくとどうなるかっていうと、I went to see a movie yesterday. It was really good. You should see it. I went to see a movie yesterday. It was very good. You should see it. I saw a movie yesterday. It was very good. You should see it. I saw yesterday movie. Very good. You should see it. どんどんだから変わっていくんですよ。それによってこのアクセントによってそのキャラクターが何年間アメリカに滞在したか、どれくらいの期間アメリカに滞在したかっていうのが変わるんですよ、役設定が。今撮影しているドラマの役も古典アメリカ英語を勉強していなければ多分撮れてなかったですね。微妙に違うんですよ、現代のアメリカ英語と。具体的には T の発音とか、あとWH の発音とかが違うんですよ。今アメリカ人は Y っていうじゃないですか。でも昔は Why だったんですよ。Why で今アメリカ人は T の発音が母音に挟まれると D になっちゃうんですよ。日本人はレターっていうじゃないですか。アメリカ人は Letter、D 発音するんですよ。Letter でブリティッシュはT なんですけど Letter なんですけど、でも古典アメリカ英語になりますとそれがその音が一瞬消えるんですよ。Letter、Letter、Letter で D でもなくて T でもないんですよ。Let her、Let her、Let her でこの調的な音があるんですけど、これをこの2つの音を使うとやっぱり時代の色がつくっていうか、その時代に合った英語になるっていうのがありまして。